忍ぶアクション。おはようございます、こんにちは、こんばんは。忍ぶアクション、文月忍ぶです。今日のテーマは可愛い次女です。喋るだけなのでラジオ的に作業用 BGM としてお聞きください。私には幼稚園年長の娘と年少の娘がいまして、近所のお寺が運営している幼稚園に通わせているんですけど、まあ、私一応実家が成田山真言宗の仏壇とかお墓とかがあるので、きっと真言宗なんですけども、宗教のことってそんなに理解してないんですよね。長女が幼稚園で教わっている歌とかがあるんですけど、たまに歌っていて、あ、そういうものかって思いながら聞いていたりするわけでございます。法然様からいただいた。法然様って誰？あ、教科書で習ったかも、まあ、その程度の知識ですよ。で、長女が僕の私の命を照らすって歌っていて、あ、そういう歌なんだなって、ふむふむって聞いているわけなんです。次女も当然同じ歌を習ってきているわけなんですけど、ちょっと違うんですよ。僕の私の命を狙う。いや、待て、殺す気か、あなたの番ですか、まあ、怖いわ。そんな風に思います。そんな長女はもうすぐ6歳、次女は先日4歳になったばかりなんですけど、どうしても長女と比べたら、まあ次女の方は語彙力が劣るわけでして、先日家族ででっかい公園に行ったんですけど、その道すがら妻がゴディバのチョコが好きでですね、街の中でゴディバの看板を見つけるなり、ほらほらゴディバの看板があるよって言ったわけですよ。そしたら次女も満面の笑みで、ゴリラの看板。ゴリラの看板って何を宣伝してるの、意味がわからない。そんな風に思います。次女は結構ピュアな子なんです。最近はコロナ禍で行けなくなりましたスカイツリーの下の隅田水族館、そこで2年前ですかね、クラゲのキーホルダーを買ったんです。クラゲと言いつつも、なんかデザインがアイスクリームみたいな形を模してるんですよ。で、次女はとってもピュアな子なので、そのキーホルダーを買ったらとっても喜びまして、で、家に帰るなり冷凍庫に入れようとしてましたね。いやアイスクリームじゃないの、単なるキーホルダーだから、意味がわからない。そんな風に思います。2年前、次女は2歳でしたが、妻が長女を指さしてこの子がねえねで、私を指さしてパパで、自分の顔を指さしてまあまあって教えていたわけなんですけどね、あの頃の次女は自分の鼻を押さえてまあまあって言うようになりましたよね。いやわかるよ、わかるけども違うから、頭いいんだか悪いんだかもう意味がわからない。そんな風に思います。これは長女も次女も両方なんですけど、今からお父さんお風呂洗って湯船張るねって言ってお風呂掃除を始めるんですけども、風呂釜をゴシゴシ洗っているともう全裸になってお風呂にやってくるんですよね。早えよって、まだお風呂エンプティーですからね、さあ出て服着てって言うんですけど、なんかものすごく逆ギレされる、お風呂入りたかったのにとか言いよる、もう意味がわからない。そんな風に思います。まあ結局のところね、長女も次女も可愛いやつらですよ。で、そしてね、そんな娘を産んでいただいた妻も可愛い人です。だから今朝も、妻がまだ起きていないチャンス、キッチンは俺がいただくって言わんばかりにね、さあみんな朝何食べたいって聞いて、次女が野菜スープ、野菜にお肉のやつって言うもんですから、残りご飯チンして野菜たっぷりのコンソメスープと肉野菜炒めを作ってどうやって出したら、怒られました。肉野菜スープが食べたかったんですって。いいじゃねえかよ、作ってもらって文句言うんじゃねえ、びっくり、喧嘩ですよ。したらね、妻がスープに野菜炒め入れて食べたらって妥協案を出してくれて事なきを得たわけなんですけどね。で、結局文句言った挙句、ご飯スープとりわけで野菜炒め全部残すっていうね、意味がわからない。そんな風に思います。ご視聴いただきありがとうございました。難攻不落な忍ぶアクションはご意見ご感想をコメント欄にお待ちしております。チャンネル登録やいいねボタンを押していただけると大変励みになります。お相手は文月忍ぶでした。ごきげんよう、さようなら。